皆さんこんにちは。ノスタルゲームのアトリエへようこそ。今回はテイルズ・オブ・シンフォニアのキャラクターについてヒロインコレットの紹介をしていきます。ストーリーの方は別の動画を上げていますので、この動画ではストーリーでは語れなかった部分も含めてコレット一人に焦点を当てた物語となっています。ストーリーと合わせて見ていただけるとより内容を補完できますので、よろしければそちらもどうぞ。それでは早速見ていきましょう。コレットは衰退世界シルバラントの巫女であり、巫女はこの日世界再生の旅へと出発するところから物語は始まります。コレット、はい。コレットは生まれた時から巫女として育てられ、16歳になると同時に出発する世界再生の旅が自分の一生の終わりであることを知っていました。世界を守る精霊が復活し、マナも復活します。彼女は言い伝え通り天使レミエルから神託を受けると、救いの塔という場所で巫女として世界再生の儀式を行うよう言い渡され、世界再生の旅が始まりました。巫女は確かにその任務を受けたまわりました。幼馴染のロイドも旅に同行することを望みますが、彼女はロイドに嘘をついて彼の知らぬ間に村を立ちました。だからお昼頃村に来てくれる？ああ、わかった。バカじゃないの？コレットたちならとっくに出発しちゃったよ。は？僕いつまでもロイドが来ないから迎えに来たんだ。そんなバカな。コレットは彼に手紙を残し、世界再生の旅が今までに多くの巫女が失敗し命を落とした危険な旅であり、彼を巻き込みたくないからと訳を語っていました。嘘をつきました。世界再生の旅は今まで大勢の巫女が失敗してきた危険な旅です。大好きなロイドを巻き込みたくなかったの。私が頑張って魔物やディザイアンを沈めるから、ロイドは再生された世界で平和に暮らしてください。今まで仲良くしてくれて本当にありがとう。ロイドに巡り会えて私は幸せでした。さようなら。しかし本当はこの旅が成功しても自分が村に戻ることはないと悟っていましたが、そのことについては語りませんでした。しかしロイドとは彼がジーニアスと共に村を追放されたため合流。彼女はロイドたちと世界再生の旅を行うことになりました。世界再生頑張るから。おう、起こして悪かったな。うん、大丈夫。おやすみなさい。ありがとな。ロイドのためにも頑張るよ。コレットは巫女ですが、チャクラムという武器を持って自ら前線で戦います。しかしお世辞にも強いとは言えないくらい扱いづらいです。初めの頃は中距離タイプであり、少し離れた位置からチャクラムを投げて攻撃します。うまく仲間と立ち位置を合わせられれば安全圏から攻撃を仕掛けられますが、威力が低く、またそれであれば遠距離からの魔法の方が良くなります。接近戦をやらせると動きが遅くボコボコにされてしまいがちです。そして魔法はほぼ覚えません。この後紹介する力を授かることでいくつか習得できますが、数は少なく、また癖のある技も多いので、わざわざパーティーにコレットを入れるメリットがなくなっていきます。また彼女は世界再生の巫女というイメージに反して基本的な回復魔法は習得しません。救いの塔へ向かう前にコレットは塔の封印を解いていき、その過程で天使としての力に目覚め始めます。天使の力を与えよう。ありがとうございます。しかしそれと並行して人としての機能を失い始めます。うん、もう平気。ただなんか食欲が湧かなくて
まずは味覚がなくなり、何を食べても味がしなくなり、食欲も失っていきます。私どうしちゃったの？そして次の封印を解くと眠る必要がなくなります。コレット起きてたのか。なんか眠れなくて。ほらクラトスさんだって起きてるし。あいつは熱の番をしてくれてるからいいんだよ。お前は寝るんだ。うん、よし、じゃあおやすみ。うん、おやすみなさい。私の分も素敵な夢を見てね、ロイド。さらに封印を解くと、あっ、いってー、もう何やってんだよ。これと大丈夫？体の感覚を失ってしまいました。痛かった？どこか怪我したとか？ううん、何でもない。ぼーっとしちゃった。コレット、手を見せてみろ。え、どうしたの？いいから。怪我してるじゃないか。さっき転んだ時だろ。こんなに血が出てる。でも痛くないから。え？あ、違うの。あんまり気にならない程度だからってこと。コレット、ちょっといいか。どうしたの突然？たまには二人っきりで話してもしようと思ってさ。ロイド、うん、これホットコーヒー。ありがとう。熱いだろ。うん、熱々だね。それアイスコーヒーなんだ。え？ジーニアスに冷やしてもらった。あ、そうだよね、冷たいもんね。嘘、本当はホットなんだ。やっぱり。お前いつからだ、何にも感じなくなってるじゃねえか。そんなことない。嘘つけ。さっき転んだ時にはもう感覚がなかったんだろう。それはあんなに血を出してるのに、俺が手を握っても平気なんておかしいだろう。バレちゃったんだ。最近お前飯食ってないし。食べてるよ。本当に数えるほどだろう。それに嫌いなものまで食うようになったし、それだけじゃないぞ。お前寝てるか？寝てるよ。ほら目も赤くないし。もう俺に嘘つくな。お前昔から嘘つくときは愛想笑いするんだ。違う。俺はそんなに頼りにならないのか？違うよ。だって心配かけたくなかったから。何があったんだ？わかんない。わかんないけど、最初におかしくなったのは火の封印を解放した時だよ。急に何も食べたくなくなったの。食べ物食べても味がしなくなった。味がしない？無理して食べると戻しちゃうから、あんまり食べないでいたんだけど。でもいつまで経ってもお腹が空かないの。それって次の封印を解放したら、今度は全然眠くならなくなった。
目を閉じてもどうしても眠れなくて、それ以来ずっと寝てない。それでこの封印でとうとう何も感じなくなって。どうして言わなかったんだ。だってきっとこれが天使になるってことなんでしょ。そしたらこれぐらいでうろたえてちゃダメなんだってみんなには言わないでね。どうして。だってせっかく一緒に旅してるんだもん。楽しくしていたいから。だからロイドも気にしないで。コレットは世界再生の巫女としての運命を覚悟し、最後の封印を解くとともに声を失いました。コレット、どうしたんだ。声を失ったのではないか。コレットは不安も募りますが、とうとうその時を迎えます。救いの塔での儀式でコレットはレミエルから最後に心と記憶を捧げるように言われ、彼女は世界再生の生贄になることが分かります。天使として再生する。どういうことだよ先生。ごめんなさいロイド、コレットに口止めされていたの。世界を再生すればそれと引き換えにコレットが死ぬ、死ぬことが天使になるということなの。ロイドたちは驚愕しますが、コレットは死ぬことは巫女として生まれた時から聞かされており、受け入れていました。私、ロイドがいたからこの世界を守りたいって思えるようになったんだよ。ロイドがいたから。私、16年の命をちゃんと生きようって思えたの。彼女は心と記憶を失い天使になりました。ところがコレットが天使になる真の目的は、マーテルという人物の魂を受け入れる器となるためであり、世界再生とはまた別の理由でコレットは利用されていました。今のコレットは中身のない抜け殻のような状態です。天使組織クルシスにコレットは連れて行かれそうになりますが、ロイドたちによって命からがら連れ戻され、救いの塔からシルバラントに戻りました。しかしコレットは中身のない抜け殻のままです。結局心を失ったままだよ。何を言っても反応しないんだ。元に戻すための手段を考え、コレットが世界再生の旅へと出発するときに渡されたクルシスの奇跡に原因があると考えたロイドたちは、クルシスの奇跡の研究をしているもう一つの世界、テセアラに向かいます。そいつはいい考えだ。その研究施設でコレットはクルシスの奇跡を抑える装備を作ってもらい、目を覚ましました。やめて。コレット、どうしたのロイド。おかえり。うん、ただいま。クラトスからは装備を外すよう警告されますが、コレットを連れていくつもりか。街中でお前とやり合うつもりはない。お前の腕ではまだ私を倒すことなどできないだろう。バカにするな。事実を言ったまでだ。再生の巫女、生きたいと思うのならその出来損ないの要の門を外すことだ。嫌です。これはロイドが私にくれたものだから絶対に外しません。バカなことを。コレットは巫女としてではなく、コレットとしてロイドたちについていくことを決めました。コレットは意識を取り戻しましたが、依然天使としての能力を使って戦うことができます。使える天使属性の魔法は4つあり、最初に習得できるのがエンジェルフェザー。特定の一体に向けて放つ技で、動き回られると外れますが、遠距離からでも攻撃することができます。次に味方全体の攻撃力と防御力を上昇させるホーリーソング。ただし HP は一切回復しません。こんなことって
3つ目はディバビューサー。おそらくプレイされた方の中では一番印象にない技なのではないでしょうか。コレットが習得できる唯一の回復技であり、また敵にダメージを与えることもできます。こんな便利な技がなぜ印象が薄いかというと、使うとコレットが死んでしまう上、消費 TP も先ほどのホーリーソングが25なのに対し、こちらは150も使い、大変使い勝手が悪いため、自然と使う回数が少なくなるからです。そして4つ目がジャッジメント。ストーリーの方でも紹介させていただきましたが、この技一発当たれば上出来といった具合のかなり見かけ倒しの性能の悪さです。確かに当たれば高威力ですが、ボスは基本1体であることが多いため、なかなか当たりません。さらに戦闘以外にも人よりも遠くの音が聞こえるようになったり、遠くから足音が聞こえる、力も幾分強化されています。しかしコレットは依然クルシスやディザイアンにその身を狙われており、たびたびさらわれます。さらにさらわれた先で再生の巫女としても使えないと一蹴され、自身も再生の巫女としての役割を果たせず、周りを危険な目に合わせてばかりの自分に思い悩みます。挙句こうして仲間を危機に陥れる、巫女はまさに愚かなる罪人というわけですな。ごめんねみんな、私世界を救うこともみんなを助けることもできない、中途半端な巫女だったよね。ロディルの言う通り罪深い巫女なのかも。しかし仲間たちのコレットを思う気持ちに応え、彼女は人として生きて前に進むことを決意します。巫女に犠牲を強いる仕組みです。いやプレシア、ありがとう。おい足場がやばいぞ、早く逃げよう。ロイド、私はコレット、生きるんだ。しかしコレットにはまだ誰にも打ち明けられない秘密がありました。え、何か言ったか。ううん、何でもない。心配事なら言えよ、一人で悩んじゃダメだぞ。ありがとう、本当にありがとうロイド。でもこんなこと誰にも言えないよ。こんな体のこと誰にも言えない。コレットは以前から突然発熱と激痛を併発するなどしており、コレット先生、コレットだ。熱があるわ、でもこの痛がりようは。その原因はクルシスの軌跡を装備していることによる拒絶反応でした。コレットは体が一部結晶化するほど顕著に症状が出ていましたが、それが露呈するまでみんなには黙っていました。こんなの変だよね、こんなの気持ち悪くなんてないよ。来ないで、見ないで。コレットは倒れて故郷イセリアに運ばれますが、イセリアの村長はコレットが世界再生の旅を成功させず、また今までに失敗した巫女と違いおめおめと生きていることを非難します。しかし他の村人は巫女一人に責任を押し付けるのは筋違いだと指摘し、故郷は彼女を受け入れてくれました。そしてコレットの結晶化する病、病名永続天使性無期結晶症は、クルシスの奇跡によって天使となった者が100万人に1人発症するという難病で、数少ない過去の治療文献を頼りにコレットはその病気を抑えることに成功します。その過去の発症者はマーテル・ユグドラシルという人物であり、それはクルシスがコレットの体に魂を入れることで復活させようとしている人物でした。そしてコレットは再びクルシスに捕まってしまい、ロイドついにマーテルの魂と融合します。
コレットは今までのどの巫女よりも遺伝子情報がマーテルに近く、失敗した巫女の中にはマーテルとの融合に適合せず死んだ者もいました。この体は姉様の固有マナに一番近い。今まで何度も失敗したけど、今度は絶対にうまくいくから。マーテルはコレットの体で復活しますが、彼女はそれを望まず、コレットは意識を取り戻します。みんなミトスを止めて。さらにマーテルの魂と融合することで、彼女や彼女の思うミトスの苦しみや境遇を共感し、複雑な心境になります。すごい人だったんだ。どうしたの突然。私の中にあの人の意識が入ってきた時、あの人の心が私にも見えたんです。たくさんの人に傷つけられて、裏切られて、胸の中は悲しみでいっぱいだった。そう、マーテルもハーフエルフだったものね。それなのに、あの人がこの世界を愛していたことも痛いほど伝わってきました。ミトスのように世界を恨んでも仕方がないと思うのに。どこからそんな気持ちが生まれてくるのかしらね。はい、あの人なら世界を救うために自分の身を犠牲にするかもしれない。巫女の儀式はマーテルの器を探すための儀式でもあった。マーテルの生き方をなぞらえているのかもしれないわね。しかし今度は一度倒しエクスフィアとなったミトスがコレットに融合し、体を乗っ取ろうとします。くそ、邪魔されたか。まあいい、この体はもらっていく。コレットは己の意志でミトスに抗い、ミトスの支配から解放されました。なんて抵抗力だ。このままでは。コレット、無事か。おかえり、コレット。ただいま。お、どうしたんだ。うん、あのね、ロイドのおかえりって言葉すごく好きなの。え、なんで。私が正気を取り戻した時もおかえりって言ってくれたでしょ。封じ山岳でのことだな。うん、私嬉しかった。ロイドがおかえりって言ってくれると、私本当に戻ってこれたって実感できる気がするの。そっか、俺いつでも何度でも言うぜ。うん。コレットは再生の巫女としての行き過ぎた自己犠牲からみんなと一緒に歩んでいくことを決めました。私みたいな間違いは繰り返してほしくないから、自分が犠牲になればそれでいいなんて歪んだ考え方はダメだから。ミトスを倒し大樹カーラーンを復活させたコレットは、ようやく再生の巫女としてではなく一人の人間としてのコレットの人生が始まりました。もう巫女じゃないよ。そうじゃのう、コレット、よくやったのう。おかえり、コレット。ただいま、お父様。ご視聴ありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価の方をもらえると大変嬉しいです。また今後ともノスタルゲームのアトリエをよろしくお願いいたします。